はい、ご覧いただきましてありがとうございます。ルノトコロザの渡辺と申します。それでは本日は2016年式のカングー全入り紙をご紹介いたします。よろしくお願いします。はい、そしたら早速車の状態を見ていただきたいと思うんですが、まあカングーですと結構傷が多い車も多いんですが、まあ見ていただいてですね、非常に綺麗なお車になっております。でまあサイドから見ていきますと、まあホイールキャップなんかは少しまあガリ傷のような傷がございます。あとはまあ横のボディなんかは比較的綺麗なんじゃないかなと思います。こちらですね、ちょっと見にくいんですが、こういったところに薄い傷がございます。それからこちらに A 久保の傷がよく見るとございます。はい、それから後ろを回ってまいりまして、こちらの車はトリコロールのカバーなんかもついてますので非常におしゃれにしまっております。で、まあ、後ろなんかもですね、特に目立つような大きい傷はないので綺麗なのかなというところでございます。まあ、樹脂なんかは少し年数が経っているので少し、まあ、白くなってしまっているところはあるんですが、まあ、かなり綺麗に保たれる方かなと思います。それから反対側も行きましてですね、まあ、反対側もやはりよく見ると細かな傷はあるんですが、こういったところですね。ただまあ全体通して非常に綺麗な車になっております。ただこのお色が結構傷も目立ちにくいので非常に綺麗なのかなと思います。こういったところですかね。はい、あと下見ていただくとこちらに少し傷がございます。はい、こんな感じでございます。そしたらインテリアもご紹介をしたいと思います。はい、それではカングーの車内をご案内をしたいと思います。で、まあ、ちょっと私が乗ってると見にくいのでこちらの車なんですけれども、純正のカバナシート、こちらが装備をされておりまして、まあ、シートの状態も非常に、いいのかなと思います。こちらが付いているので、まあ、非常に中も鮮やかに映っている、お車になっております。でこちらは後部座席も同じく付いてますので、まあ、これはかなり嬉しいところかなと思います。じゃあちょっとエンジンをかけてみたいと思います。でこのカングに関しては 1.6 リッターの直列4気筒のエンジンを搭載しているモデルでして、まあ、一つ前のモデルになるんですけれども、まあ、トランスミッションなんかはトルコン式のものが採用されているので結構乗り味なんかも滑らかになっております。でですね、こちらの車なんですが一つ魅力なポイントがございまして、こちらですね、フリップダウンのモニターがなんとついております。テレビなんか映すことができるので、まあ、特にお子様だったりとか後ろに人を乗せる機会が多い方ですね、なんかには非常に嬉しい、ポイントなんじゃないかなと思います。で、まあ、閉まっていただければ後方なんかも見やすくなっております。で、まあ、フロントもですね見ていただいて、まあ、ナビゲーションなんかもついてますのでこんな感じで、直感的に操作をしていただくことが可能でございます。あとはエアコン周りだったりとか、ETC ですね、 ETC なんかもこちらにあるので、まあ、抜き差しも結構しやすいのかなと思います。で、バックカメラはですね入れていただくと、なんとバックカメラもついてます。なので非常に装備が、充実したお車となっております。で、こちらの車なんですが現在走行距離が4万4000キロほどなので、ちょっと走ってはいるんですが、ただまあ状態なんかは非常にいいお車ですので、まあ、ぜひご検討いただけたらと思います。それでは最後までご覧いただきましてありがとうございました。ぜひこちらの車お受け取りいただければと思います。よろしくお願いいたします。